うつ病の再発率は5割。再発を防ぐ3つの方法。精神科医樺沢紫音の樺チャンネル。今日は金沢城石川門の前からお届けしております。今日は質問いただきました。ピコさん19歳女性。ネットでうつの再発率が5割だということを知り驚いています。どうしてそんなにも再発率が高いのか教えてください。また再発を防ぐ上で大切なことを教えてください。うつ病は心の風邪みたいなことを言われていますけども、心の風邪という割にはなかなか治りづらく、また再発率が高いというのも非常に特徴です。うつ病の再発率についてはいろんなデータありますけども、だいたい 50% とか 60% ぐらいが再発するというデータが多いようです。つまりせっかく治ったとしてもだいたい半分の人はまた再発してうつの状態になってしまうという非常に厄介な病気がうつ病であるわけです。逆に言うと 50% の人は二度と再発しないでそのまま治っていくというふうにも言えますので、そういう側面がある一方、せっかく治ったのにまた再発してまたさらに治ったけど再発するみたいなことで悩まれてる患者さんも多いということです。だいたい一般的なデータで言うとね、1回目の再発率は 50% なんです。じゃあ2回目再発するとどのぐらいになるかっていうと、なんと 70% になります。1回再発した人が治ってもう1回再発する確率は 70% になります。さらにその人がまた次再発する可能性はなんと 90% なんですね。だから2回3回って再発を繰り返すと治らなくなってくる。治ってもまた再発するってことでマイナスのスパイラルから抜け出せなくなってしまうってことなんですね。だからうつ病になった場合、重要なのはなってしまったのはしょうがないですけど、もう再発させないということがとっても重要になります。2回目の再発をしてしまうと本当に 70% の再発率ですから、なかなか抜け出すことができなくなってしまうわけですね。なのでとりあえずなったら必ずそこで治して二度と再発させないということがとても重要なことになってきます。なぜこんなに再発率が高いんですかっていうことなんだけど、いくつか理由があると思いますけども、治療を中断するっていうことが一つありますね。あるいは薬を勝手にやめてしまうっていうこともあるでしょう。あるいはうつっていうのは別に薬だけ飲んで治すもんじゃなくて、うつになるにはその人のやっぱり行動様式であるとか考え方とかコミュニケーションスキルとかストレスに対する対処法がうまくできないとか、何がしかのそういう行動要因というものがうつの原因として関わっている可能性が高いです。だから逆に言うと、今の自分から一歩ステップアップして、そういうストレスが来てもスルッとこうかわせるようになるとか、物事をポジティブに捉えれるようになるとか、そういう自分自身の変化あるいは成長というものがないと、よく患者さんもうつ病の前の状態に戻してくださいっていうふうに言うけど、うつ病の前の状態にタイムマシンで戻ったとしても、その状態ではうつになりやすい爆弾を抱えているので、いずれうつになるだけの話なんですね。だからうつ病になる前の状態に戻るんじゃなく、うつ病になる前の状態よりもさらにストレスにうまく受け流すことができる、コミュニケーションがストレスにならないようにうまくやり取りができる、仕事が忙しくても睡眠を削らずにきちんとね対処できるとか、そういう生活習慣を改善したりですね、自分の考え方や対人関係のスキルというものを上昇させるということがないと再発することが起こってきます、当然ながら。あとですね、例えばうつである程度症状が良くなって寛解しました、半年間1年間薬を飲んでいます、もう全くうつの症状はございません、仕事も普通の状態になりましたってね言った場合において、病院に来なくなったり薬をやめてしまった場合どうなるのかっていう研究があるんですけども、3分の1の人はすぐに再発する、残りの3分の1の人はしばらくして再発する、しばらくしてってのは半年とか1年とかして再発する、残りの3分の1の人は大丈夫っていう、再発しないで済むっていう、こういう研究もあるんですね。どういうことかというと、維持療法っていうんですけども、ある程度症状が治ってからも十分な期間薬を飲み続けて安定した状態を維持すればするほど次の再発のリスクを減らせるだろうっていう、そのために維持療法っていうのが必要なんですね。維持療法っていうのは症状が良くなった後も薬を飲み続けるということです。ただ患者さんの立場から言うと、薬なんか飲みたくない、できれば薬飲まないでやっていきたい、早く薬やめたいっていう気持ちがあるので薬をやめてます、あるいは病院に来なくなります。そうするとさっき言ったように3分の2の人が再発します。だから維持療法は何年やったらいいですかっていうことだけど、私は3年から5年ぐらいやった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思いますけども、基本的には精神科の先生方はうつが治った後もできるだけ薬を飲んでくださいねっていう人がほとんどだと思いますね。それはなぜかというと、薬をやめると再発する確率が高いからです。あともう一つが再発を防ぐ方法ね。一つ目はさっき言ったように自分自身がスキルアップするってこと、2つ目は今言ったように薬をやめないで飲むってこと、3つ目はやっぱ生活習慣の改善なんですね。睡睡眠、運動、朝散歩っていうことをきちんと生活習慣の中に取り入れていくということです。特に朝散歩というのはセロトニンを活性化させる生活習慣です。なのでうつの患者さんとかはセロトニンが低下するのがうつ病の一つの脳科学的なですね側面ですから、セロトニンを活性化させる朝散歩っていうのはうつ病を予防する、あるいはうつ病の再発を予防する効果っていうのが期待できますので、ちゃんと睡眠をとり定期的に運動して、できれば1日おきでも週3回でも週2回でもいいので朝散歩をしてセロトニンを整えていくっていうことをやっていただきたい。そうすることによって再発のリスクっていうのを減らすことができますということで、うつ病の再発率っていうのは 50% とか 60% っていうふうにね言われているわけですけども、そこを今言ったような方法でできるだけもっともっと減らしていくということは可能だと思いますので、うつが良くなった、症状がなくなったからといって安心せずにですね、その後も何年も調子いい状態でいけるように3つのポイントね押さえて、ぜひやっていただきたいと思います。